はい、本日はですね、僕の、収納方法をね、お伝えしていきたいなというふうに思います。よく皆さんが聞かれるんですよね。お前そんだけ服いっぱい買ってどないしてんのと。どこに服やってんの、あ、もしくは返品してるんちゃうかと。返品してメルカリでチャリンしてませんかなんかいうことを言われたりとか、あとそれ側にやったらですね、まあ、メルカリでチャリンは売ってるか。まあ、返品でね、丸々、例えば3万円のジャケット買って、それをレビューした後まで3万円これ戻してお前3万円チャリンしてるんちゃうかって思われる方もね、いらっしゃるかなと思いますので、まあ、僕のね、まあ、そういうのどうないしてるのかっていうのをもうざっくり今日はお話ししていこうかなと思いますし、あとは見ていただこうかなと思っておりますので、まあ、そんな感じでいきたいなと思います。なので今日の流れとしてはですね、僕の洋服の収納方法はっきり言って大したことありません。まあ、それ以外にやったらその返品してレビュー後には全部返金してお金にしてるんかっていうその真意のね、ほんまのとこどうないなってんのというところね、お話ししていこうと思いますので、もう早速ね、見てもらおうかなと思います。ちなみにここの部屋はね、撮影スタジオなんで特に今何もないんですよ。パソコンとかその器具、撮影器具がガーってあるだけなんで、まあジャケットのある部屋に行きましょう。はいはい、それではね、外へ出てきました。これが先ほど見ていただいてたこのチューバースタジオになってますね。チューバースタジオはこんな感じでね、撮影部屋となっておりますので、特に大したことはございません。何にもない、服もないしね、撮影するだけの部屋です。なのでそこを出て行って、次はチューバースタジオの目の前には僕のヘビーリスナーの方って知ってますよね、この宝の眠る部屋という部屋があるんですね。それをね、見ていただこうと思います。でそこに服が全部あります。どっさりズドーン、このような形でね、今ちょっと照明とかあるからあれなんですけども、ズドーンとある感じで、まあ、こっちにも若干あるんですけど、パッて見てもらった感じね、そんなに服僕いっぱいはありません。だからね、僕はそんないっぱいは洋服持っておりません。まあ、もしかしたらね、ファストファッションとかでもう買いまくっとったら多分溢れてると思うんですけど、実はねこのハンガーとかもね2段なんですよ。外見えようにちょっとこれ佐賀の段ボールつけちゃってもお許しくださいね。このねハンガーがね2段やから、それはだいぶ助かっております。でこっちのね、ハンガーラックはね1段だけのハンガーラックやねんけども、床とかにねちょっとした小物とか置けるようになってて、それ以外は全部2段にしてます。これも2段のハンガーラックで、ダウンジャケットが10着ぐらいあるんかな。でこっちの方もインナーダウンとちょっとマウンテンパーカーが若干あるぐらいなんですけど、これも合計で20着ぐらいあるんかな。でこっちもね、2段のやつになってます。ちなみに2段のやつはねどうやってるかというと、この上が1段じゃないですか。で対して次ね、こう下が2段になってるんですよ。だからね、僕みたいにね収納場所あんまない人なんかはね、このハンガーラック1個持っておくと、このスペースだけでね結構置けるんですよ。20着ぐらいそれこそ置けるから、意外とね重宝しますし、見栄え的にはねこういうね1本のやつの方が見栄えはいいですよ。ごちゃごちゃしてへんからね。ただその場所がねないっていう方はね、こういう2段のやつをね持ってたらいいんかなと思います。僕ももう1本ね買おうと思ってて、これ1本と2本と3本でしょ。でもう1本4本目買ったらね、まあ今んとこ収まるかなって感じです。でこっち側がカバン系ですね。カバン、リュックとかがザーッと置いてたり、あとマネキンも置いてるけどね、置いてたりとか、あとは T シャツとかも置いてますね。ずらーっと T シャツ、これ夏の T シャツなんですけど、これ僕着るようじゃないんですけどね、動画で紹介したやつがあったりとかしますね。はい、ではざっくり見ていきましょう。この辺にねパンツとか若干ありますね。デナリパンツかな。で次これが防水のパンツですね。でこれもノースエースのなんかのパンツですね。でこれはスナップリー、ここはフリースです全部。でこれもねノースエースのフリースやし、でこれもねノースフェイスのフリースやし、でこれもねノースフェイスのフリースやし、これもねノースフェイスのフリースやし、これはね、ルーブウィラーのパーカーですね。こんな感じのパーカーがあったりとか、あとこれねパタゴニアのフリースですね。でこれもノースフェイスの、フリースやし、これもノースフェイスのフリースやし、でこれはパタゴニアですね。でこれもパタゴニアですね。以上、これがフリースになってて、で次がこれがね一応ノースフェイスのマウンテンパーカーです。ここの棚はね全部。でこれはスワローテールでしょ。でこれはマウンテンソフトシェルフーディーね。でこれがベンチャージャケットかな。でこれが、ドリズルジャケットね。でこれがコーチジャケットね。でこれが、スクープジャケットね。でこれが、クラウドジャケットね。でこれがクライムライトジャケットね。これがレイジープルオーバージャケットね。でこれがクライムライトジャケットね。でこれがクライムライトジャケットね。でこれがクライムライトジャケットね。これまあ色違いですわ。で、あ、ここにもあったな。ここにもねクライムライトジャケットありました。はい、という感じでちょっと避けましょうか。奥見えへんな。はい、ズドン。次はダウンジャケット系ですね。まあこれも入りきってないけどね、パンパンで。でこっち側からね、これダイワのダウンジャケットです。去年出たやつなんですけどね、ダイワのダウンジャケット。でこれバルトロライト。でこれヒマラヤンパーカー。でこれカナダグース。でこれなんや、ビレイヤ。これヌプシ。これはエクワックスですね、レベル7。これいいですよ、洗えるから。でこれナンガのホワイトレベルね、一番最高級フィルパーのやつね、900何本フィルパー。でこれもナンガね、これもナンガね。でこれノースですね。でこれは水サダムデサントね。
でこれノースですね。でこれもノースですね。多分ここ隙間空いてるところでなんかさっき撮ったんでしょうね。レビューするときにいるからって撮ったんやと思うんですけど、どこにあるかわからんけど、そんなん言ってたりだとか。これね結構2列にしとったらいいでしょ。こんだけダウンジャケットだと普通入らへんねんけども、まあ2列やからね、きっちりこうやってピュッて入ったりするし、まあこれを収納と呼ぶんかわからんけども、まあざっとこんな感じです。だここはねノースフェイス以外のマウンテンパーカー、これだとユニクロパタゴニアで、モンベルで、これもユニクロ、これ何、これもユニクロか、でこれはモンベルで、これはアークテリクス、これはモンベル、じゃあパタゴニアという感じでね置いてます。まあ実はこっちにもねノースフェイスのマウンテンパーカーまだ若干あるんやけども、そんな感じで撮影の時には分かりやすいように置いてます。あ、ここもノースフェイスのマウンテンパーカーどっかな、あ、これや、パチって撮って、撮影したりとか、はい、という感じでね、特にこだわりとかはなくてですね、部屋がここ6畳の部屋で衣装部屋にしてるんですけど、あんまりねパンパンならんようにこうやって2列にしといたりとかすることでね、狭い部屋でもある程度置けるんかなと思ってはいます。ただ小物とかパンツとかはね、ちょっとこの辺にね引き出しの棚を作ってね、そこにこう入れていこうかなとは思ってて、やっぱ釣っちゃうともうほんまにハンガーラックいっぱいいるんですよね。だからこれから先まだフックも増えるやろうしって考えると、ちょっとこの辺にね引き出しバージョンもちょっと入れてもいいかなとも思うし、もうちょっとあそこのクローゼットをね有効活用しないとこのままじゃいかんでと思ってたりするんですけども、ちょくちょく皆さんにね聞いていただいてて、どんな感じで収納してるんですか、あ、ともすれば返品してるんちゃいますか、なんていうふうにおっしゃっていただいてたんでね、特に返品した記憶はあんまり僕の中ではないんですけども、だいたいレビューしたやつあるんちゃいます、この中にね、僕もはっきり覚えてないからあれなんですけども、そんなことでやっております。あとあれやな、リュックのハンガー掛け、これ実はね100均のねセリアであるんですよ。だからなんか2つ3つで100円かなんかなんですけど、これ結構統一感あるくないですか。だからこれで揃えてます全部ね。ほんでこれでリュックかけとったらなんかええなと思って、セリアの2個で100円やったかな、ちょっとはっきり覚えてませんけど、セリアで売ってます。で、あ、そうこのハンガーね、僕全部このハンガーで揃えてて、木のハンガーで揃えてるんですけど、これ5個入りで200円か300円で結構安いんですよ。で、どこで売ってるのというと、お値段以上でですね売ってます。で、この、パンツ掛けも同じです。お値段以上のとこで売ってますね。ハンガー全部お値段以上やし、こっちのハンガーも全部、あ、これはちゃうか、これはねちょっと高いやつですけど、他のやつは全部お値段以上ニトリのハンガーをずーっと使ってます。だから、ね、ニトリハンガーめちゃくちゃ大人買いしてます。はい、というところでね、皆さんにどうやって収納してんのって言われたんですけど、はっきり言って収納なんかしてないんですよ。もう楽にバーってかけてるだけやから、これからね収納も考えていきたいなと思ってるので、なんかこういうのいいよとかね、こうやったらいいよとかっていうのがあればね、ぜひぜひ教えてください。唯一僕がこだわってるのは、さっきの S 字の、リュック掛けと、あとニトリのハンガー、ここしかこだわってなくて、この高いやつはねちょっと値段するんですよ。だからほんまに大事なものを守るときとか、こう肩とかがね結構広くなってるから、そういうのをかけたいときとかは使うんですけど、やたらめったらね使うようなもんじゃないから、基本はそんな感じでねやらせていただいております。はい、またそのうちねここもいずれパンパンになると思うんですよ、今の調子でいけばね。そしたらねまたいずれ、もうちょっと大きいとこにね引っ越しできればいいけども、できひん、そんなすぐにはできひんやろうから、頑張ってねなんとか収納方法考えたいなと思ってます。最後ね一個気遣ってるとこと言ったらね、湿気剤というか、あれは結構置いてます。こういう何やろ、湿気取りみたいなんてあるじゃないですか。こういうのもうバカすかその辺に置いててね、極力洋服ってあんま湿気たりしたらよくないからね、湿気あんようにしてるし、あとクリーニング終わりのなんか透明のビラビラついてるじゃないですか、あんなもつけたままにしたら絶対あかんからね、すぐに外してね、空気に触れるようにしてるというか、空気に触れるというか密閉状態に、ね、ならないように意識してるかなっていうことぐらいです。はい、という感じなんで、一応ね今回はこの辺で終わりたいなと思います。ではね、この初の背景でお別れしたいなと思いますので、本日はですね僕の収納方法について、話してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。